西鉄8000系電車、西鉄8000系電車、西鉄8000系電車は、主に西日本鉄道、西鉄天神大牟田線用の特急系車両として、使用されていた電車である。大牟田線、当時の西鉄特急には、1973年、昭和48年以来に線型が使用されていたが、1987年、昭和62年に実施された。 国鉄分割民営化により、九州旅客鉄道 JR 九州が発足し、大無田線と並行する鹿児島本線の列車増発や、新駅設置など、積極的な営業政策が進められたため、西鉄としては競争力の強化が課題となっていた。また、福岡市では1989年3月から、アジア太平洋博覧会を開催することが決定しており、 これを機会として、製造から15年が経過した2000型に代わる、新形式の特急系車両が製造されることとなった。西鉄の歴代特急車は、初代1000系、2代目2000型に対して3代目である、本形式が8000型と命名されたのは、登場前年の1988年、昭和63年が、前身の九州電気軌動時代を含む西鉄創業80周年だ。 ことに由来する。6両編成6本、36両が製造された。1989年2月に8011回、8021回、8031回、F イコール編成が落成し、続いて8041回、8051回、8061回が、同年4月に落成した。普通構成車体で、両端に、 両開き式の上空扉を設けた片側に扉構造である。本形式では二線型と異なり、先頭車全部が全面展望を考慮した設計となっており、全面運転室と上空扉の間に長望性を良くした区画を設けている。全面は区の字型に傾斜させた非貫通型とし、全面窓は左右対称の大型局面ガラスとして、 視界を確保している。全面下部に丸型の全小灯、微灯を配置し、全面上部の窓の内側と側面中央上部に種別、行き先表示器を設けている。全面運転室と乗降扉の間の窓は高さ 1050mm 幅 2660mm の大型固定窓となっており、他の窓に比べ高さ、幅ともに大きく、 当時の鉄道車両としては最大級である。他の窓も2列ごとの固定窓としており2000型に比べ眺望性が向上している。なお、扉寄りの窓1枚はどの位置でも止められるバランサ付きの1枚加工窓となっている。また、先頭車の運転台側の扉は後方にオフセットされている。車体塗装は白色、ケープアイボリー1に窓周りと車体裾が 深みのある赤色、カーディナルレッドとしている。なお、本形式では、全編成とも転落防止ホロの取り付け改造は行われていない。台車、機器は5000型とほぼ同一で、台車は、西鉄発の車体連結のダイヤフラム型空気バネを採用し、軸箱支持は、円筒ゴム軸箱支持方式としたキロワットマイナス 60A 型、電動車及び、 キロワットマイナス 61A 型、制御車が採されている。ブレーキは、西鉄発の発電制度を併用電気指令式、電磁直通空気制度が採用されている。制御方式は、旧来の抵抗制御としている。導入時には抵抗制御に代わる制御方式の導入が検討されたが、結局見送られた。主な理由としては、以下の点が挙げられる。 車両別の設置機器については、下記、編成を参照。全室式。2000型と異なり、一般的な左側配置の運転席となった、右側には方向膜設定機が埋め込まれている。運転装置は、西鉄発の T 型ワンハンドルマスコンとしている。また、JR 西日本221系の運転席に、設置されているものと、類似したモニタ装置も設置された。 形的は、従来の空気式のもののほか電子式の形的も併設された。本形式以降の西鉄の新形式車両はいずれも、空気式と電子式の形的を併設している。本形式は、特急形車両ではあるが、通勤、通学利用も考慮した設計である。上空扉間の座席は 900mm 間隔で、 配置されたバケット式でワインレッドのチェック柄モケットを張った転換クロスシート取っているが上高扉よりの座席は固定式で車ン部連結面よりの座席は青色モケットのロングシートとしているカーテンは横引き式とし開閉可能な窓の部分にはロールアップカーテン上から着出すカーテンも設けている連結面よりの扉周りとロングシート部分には三角形の 吊り革を設置している。冷房装置は天井系集中分散式になっており、ラインデリアによる冷風各班として車内温度の均一化を図っている。2001年、平成13年から天神大牟田線で弱冷房車が導入されたことにより、本形式では下り方先頭車番号末尾1が弱冷房車に設定されており、当該車両には 弱冷房車を示すステッカーが重複された。大無田方から3両目の車両、番号末尾3連結部付近にはカード式の公衆電話を設けた。電話周囲は防音のため客室との間に仕切りが設けられており、この関係で定員が2名、座席1名少なくな、いる。通話料金が高額なこともあり、設置当初から利用者が少なく、電光案内装置などで宣伝したが、 その後の携帯電話の普及もあり、電話は2000年、平成12年4月から2001年11月にかけてこうされた重要部検査の際に順次撤去された。落成後間もなく車内の貫通路上部と運転室、出入工場部に LED 式の情報案内装置を設置した。この案内装置は、自転車駅のほか、営業案内も表示する。また、 自動車内放送装置も設置されている。特急の車内チャイムは、西鉄独自のものと言っていい、E と C のに内打つ打が使われてきたが、8000系導入後は到着案内に、以下のような駅別に異なったチャイムを使用していた。アーティストは、福岡県出身者、または、福岡県に、ゆかりのある人物となっている。その後、 一旦先日のに打ち打つのみに戻されたが、再び車内チャイムが使われた。2015年以降、外国語案内を加えた、放送更新後は、車内チャイムを使用していない。編成は以下のようになっている。両端2両が、制御車、区8000系、中間4両が電動車、も8000系の MT 費4 M2T 編成となっている。 1989年3月10日に営業運転を開始し、主として特急に使用されていたが、転換クロスシート主体の座席構造を有し、編成は6両固定、また乗降用扉は片側2箇所で、通勤ラッシュ時の輸送には不向きな構造であるため、平日朝夕の混雑時間帯は、太宰府線や天神大牟田線の普通など、比較的混雑度の低い列車の運用につき、 その時間帯はロングシートの5000型などの多形式が特急運用に充当された。また、年末年始やゴールデンウィークなどの多客機は混雑緩和のため本形式に代わり3000型や5000系、6000系、6050系の7両編成が終日特急運用に入ることがあった。それらの時期、時間帯を除く日中の特急運用は一部列車を除き、 本形式が使用されていたが、検査や故障などで工場に入場している編成が多い場合には主に5000型が特急に使用された。特急運用との関係で、ごくわずかであるが、急行列車にも充当されていた。本形式は特急運用主体のため、他形式より走行距離が長いことから、西鉄の車両の中ではただ一重要部検査サイクルの60万キロメートル、 以内に該当し、平均検査周期は、前回の検査出場から2年5ヶ月から年10ヶ月の範囲で入場していた。8年周期の全般検査では、次回の全般検査までの間に2回重要部検査を受けていることになる。また、車体の検査表はかつて白字に白文字表記だったが、2002年、平成14年7月から2004年。 平成16年4月にかけて実施された全般検査の際には順次赤字に白文字表記へと改められた。8051編成は2014年平成26年に太宰府観光活性化を目的として約3500万円をかけて観光列車ダビトに改造された。主な改造内容は次の通り。旅人の愛称は奈良時代に卒として 太宰府で、多くの和歌を読んだとされる歌人、大友旅人にちなんでおり、第39代太宰府天満宮宮寺の西、高辻信義により命名された。同年3月22日のダイヤ改正に際し、運行を開始。九時代始発の福岡、天神発太宰府行下り急行の運用についた後、太宰府線船内の普通列車として、夕ーラシ前まで同線を往復する。 2017年8月26日のダイヤ改正により、これらに加えて、平日朝夕の福岡、天神から二日市、築市、小郡間の普通列車にも使用されるようになった多財府観光列車、旅人旅とマイナス。2017年9月16日に運行を終了し、3000系の新編成に代替された、小郡発福岡。 天神駅急行 J100 列車としての運行が、旅人としての最後の営業運行となり、福岡天神駅で引き継ぎ式が行われた。8061編成は、2015年、平成27年に、約3、600万円をかけて、柳川観光列車、スイートに改造された。主な改造内容は次の通り、スイートは、 柳川市長の金子検事により命名された。美しい水野と柳川のほか、博多弁の高位島にもかけている。同年10月4日に運行開始した。改造前と同様、主に特急に使用されており、運用は一定ではないが、毎月当月分の運用予定が発表されていた。2017年。 平成29年に老朽化により3000系の新編成に代替された。同年7月21日限りで特急運用を終了。翌7月22日の築子発福岡、天神行き普通4100列車が最後の営業運行となった。福岡、天神到着後、3000系、水戸と並べて引き継ぎ式を行い、式終了後は築子車両基地へ改装された。 本形式は老朽化を理由に2015年度より3000型に順次代替されることになり80、8031.8041編成が2015年度に80、8011.8021編成が2016年度にそれぞれ運用離脱し、観光列車に改造されなかった4編成が消滅した。観光列車に改造された二編成については、千六十一。 編成、スイトが2017年7月22日をもって運行を終了し、3000系改造による2代目、スイトに代替された。スイトの運用離脱により8000の特急運用が消滅した。最後に残った8051編成、旅人は2017年9月16日をもって、旅人としての運用を終了し、3000系改造による2代目。 旅人に代替された。その後、ラッピングや車内の装飾を撤去し、外観、車内をほぼ原型に戻した上で、同年10月7日から15日にかけて引退イベントが行われた。10月7日に事前応募者を対象に、蓄子車両基地で撮影会と部品オークションを行い、翌10月8日から10月13日まで特急を中心に運用し、 10月14日の急行計081列車を最後に一般営業運行を終了10月15日に福岡天神花畑畜子のルートで事前応募者を対象にしたラストランツアーを実施した後畜子車両基地に入越しに鉄、電車祭りで車両展示された楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください